ですけど、マザーイーターの中にはまだスエドウがいます。どうしましょう。とりあえずここに閉じ込めちまうか。根本的な解決にはならないけど、確かに今はそれくらいしか。それじゃロイヤルナイツや他のデジモンたちにも手伝ってもらおうよ。だな。この巨体を俺たちだけで何とかするなんざ土台無理な話だぜ。おい、ちょ、まさか。バカ、やめろって。もう体が持たないって言ってたでしょ。アルファモン、止めてください。このままじゃ、京子さん。行け、サイバースルース。君だけの真実をつかみ取れ。あいつ、嘘。なんでダメって言ったのに。そんな。あの子の決断がもたらす結果を見届けよう。それがいかなるものであろうと。おやおや、私まで助け出しに来たんですか。私の忠告を無視してそんな惨めな姿になってまで。まさに骨折り損ですね。私はマザーイーターと完全に同化しています。新田君や優子さん、優吾君とは違う。無駄ですよ。私は見つからない。それにヨシンバは見つかったとしても、全ての世界から悲しみが消えないというのなら戻りたくありません。このまま消えます。なぜ君たちが不幸のはびこる世界を選ぶのか理解に苦しみますね。君だってそうです。こんなことをして結局新田君たちを悲しませてしまう。おかしいですよ。全く筋が通らない。私を助け出したところで何が変わるというのです。誰が喜ぶというのですか。私の問いに納得のいく回答をいただけますか。それは君のエゴでしかありませんよ。恐ろしいですね。私混乱しています。イグドラシルの演算処理能力をもってしてもそのような回答は導き出せない。いやそうですか、そうでしたか。ピンときました。わかりましたよ。私にも。神は祭を投げない。まさに君たちは祭そのものだったのです。意志を持つサイコロ相手に賭けなど成立するでしょうか。なるほど、なるほど。このようにして多次元宇宙が生じ、時間軸は無数に分岐する。
無駄、無意味、無価値、揺らぎと定義されていたものは所詮観測者の主観に過ぎなかった。理解した、そう認識する単一時点で可能性は統合され、いや待ってください、待ってください、待ってください、さすがにそれは論理の飛躍ではないでしょうか。おや、いけませんね。君にここで消えてもらっては困ります。君は私の新理論を証明する大切なサイコロなのですから、名付けてサイを投げる神の、投げるサイを作る神の存在を導く理論。この理論を証明するために私やイーターは消えなければならない。存在があまりにも特異的ですからね。世界に影響する力が強くなりすぎて正しい結果を導き出せません。いや、イーターにおいては本来の役割に戻るだけですが、私たちが作り出した電脳世界に影響を受ける以前のあるべき姿に。そもそも彼らは人間世界やデジタルワールドを含む無数のパラレルワールドを束ねる工事員、いわば触れられない、触れてはいけない領域に属する存在です。その高次元で我々には到底想像も及ばない、いわゆる大いなる意志、神々の見業と呼ばれるような壮大でとてつもないシステムの一部に組み込まれている。それが我々の次元において、我々の情報に触れたことで、あのような形態と特質を持って実体化してしまった。後の顛末は核のごとしです。このような作用が偶然か必然か、結論はまさしく神のみぞ知る。イグドラシルに問いかけてみても、彼の、彼女かもしれませんが、演算処理機能は神の存在を認めておらず、正確にはまだ演算しきれていない状態にあり、回答は得られませんでした。ともあれ、イグドラシルに協力を要請して、私と接続しているイーターを全て初期化します。彼らを各次元から消し去ることはできませんし、またそうする理由もない。君たちの未来に同様の事象が繰り返される可能性は8192の20乗分の1の確率です。ですが安心してください、私の計算ではそれが起こる頃には君たちの宇宙は存在していない。なので君たちは好きなように生きて、死んで、また生まれ、私の理論が正しいことをぜひ証明してください。君に選択権は与えませんよ、これは私のエゴなのですから。ではごきげんよう、気が向いたならばまたどこかでお会いしましょう。戻ってきた戻ってきたよ。
お前な、無茶やらかすにも限度ってもんがあんだろ。帰ってこられなかったらどうするつもりだったんですか。でも無事でよかった、本当によかった。で、スエドは？いないみたいですね。なんだよそれ。けど、あいつらしいよな。イグドラシルが機能を取り戻し再起動している。デジタルワールドを復旧するようだな。おいおい、ここにいたらヤバいんじゃねえの。外に出た方が良さそうですね。うん、妥当な判断だ。よし、移動しよう。大丈夫？懐かしいな。うん、あの時に見たデジタルワールドだ。綺麗。あれはイーターのネットワーク内に保護されていた精神データの数々だ。あれ全部が？ああ、イグドラシルが人間世界へと送り返している。それってエデン症候群が治るってことだよな。治るとは少し異をことにするかもしれないが、それに類する事象は発現するだろう。君たち人間が奇跡と呼ぶ現象だよ。よくわかんないけど、二人は目を覚ますってことで。奇跡とはそうあるべきだろうな。お兄ちゃん、よかった。なんだこいつ。なにこれ超かわいいんですけど。その球体がイーターの本来の姿だ。え、にゃー。そうやってデータからデータへ移りながらスキャンし、情報を高次元のどこかへ送信している。目的は定かではないが、一つ仮説を立ててみた。オーブやセントエルモの火、 UFO の正体とされている発光体は、高密度のデジタルウェーブ下で一時的に可視化したイーターなのではないか。プラズマ現象などとされているが、情報を伝播するエネルギー体であるイーターならば、より挙動や性質、目撃談にも沿う。人工では到底制作不可能なミステリーサークルの模様も、彼らのネットワークで使用されている高度な、あるいは低級な表意文字であり、詰まるところ。ストップ。おっと、すまない。クレミ京子との別れの時が迫っている。特殊な知識を披露する高揚感をもう一度味わっておきたくてね。え、いや、
それとも君たちとの別れを名残惜しんでいるのか。別れってつまり、そういうわけだ。イグドラシルが速やかに君たちを人間世界へと送り返す。デジタルワールドを完全に復旧させるには異物を取り除く必要があるそうだ。チッ、結局バグ扱いかよ。イグドラシルはデジタルワールドを僕たちが訪れる前の状態に戻したいんじゃないか。8年前より以前の状態に。え、以前のって、ちょっと待って、それじゃあひょっとして私たち出会わなかったことになっちゃう？お互いのこと忘れちゃうの？かもしれない。そんなのけど、もしそうなってもまた出会えばいい。なんとかなるよ。だよね、きっとなんとかなる。っていうか、なんとかする。さて、そろそろ時間のようだ。君たちを送り返し、デジモンたちを呼び戻し、開かれた扉は閉じられる。さらばだ、人間の子らよ。世界はあるべき姿に戻る。清濁合わせのむ混沌たる世界に。それが我々の生きる世界だ。我々の友である君たちが生まれ育った愚かしくも美しい愛すべき世界だ。願わくば君たちの子らと我らが新たな友となる日の訪れんことを。これで事件は解決だ。